はい始まりました。陶芸細工亀の屋の早でございます。このネット上の屋台にフラッと立ち寄ってくださった方、またいつも来てくださる皆様、本当にありがとうございます、えー。雑談解説交えてお送りいたします。粘土が形を変えていく様子をゆっくりとご覧ください。今ね、ちょっと道具をこう移動させて、どこら辺で粘土をこねくり回したらちょうどいいかを。 爪楊枝ですね。これは爪楊枝を置くことで目印をつけてやってみています手元動画の何ですかね手元動画を撮っていくための工夫をちょっとずつ凝らしていっている様子でございます、ね、手元動画視点で物を作る作ってる様子を投稿しようかなと思ってらっしゃる方 いいアイディアありましたらお,しお教えくださいというかご教授ください <laughs> ぜひぜひ私もねちょっとずつ工夫していってる様子をこうやってさらしつつですねえー、ちょっとずついいものを目指していってますのでぜひよろしかったら、えー、こういったちょっとしたですね解析分析トーク含め えー、作品、動画編集、動画撮影の技術向上を含め、えー、成長を見守っていってやっていただければと思っております。今日は、パルマ・ワラビー。ワラビーですね。カンガルーですよ。カンガルー。カンガルーと言い切っちゃダメなんですよね。これが。なぜダメかってあたりの話は、まあちょっと後に。 えー、後半というか中盤あたりでお話しさせていただくとして、えー、ただいま、わらびを作っております。今、頭、そして、両前足をひねり出して、そして、えー、後ろ前足じゃない、後ろ前足謎のワードですね。えー、後ろ足を、 作成していっているところです。ねぴょんぴょん跳ねる動物ですから、やっぱり特に後ろ足、なんか力強い感じに仕上げていきたいと思って、粘土の量を調整していっている、多めに取っていっているところですね。ひねり出すのがね、やっぱ面白いんですよね。なんか好きなんですよね。キュッキュッて。 あとね、壊れやすく,すくならないというか、頑丈にね、作成できるんで、そこら辺が、なんか、安心というかね、なんか楽しいんですよね。さあ、えー、やっぱりね、特徴的なところは、強めに、その特徴を強めて、強めに強めて、えー、作成していきたいと思ってます、今。 前足、前足のね、なんかこう、キュッキュッっていう、下がってる具合とかを表現したいから、ちょっと長めに取って、曲げてやろうと思っているところですね。尻尾の質量足りるのかな多分し、尻尾が足り、あ今ね、ちょっと尻尾の前に。 えー、やっぱね、ワラビーとかカンガルー系はちょっとお腹に赤ちゃんがいるみたいな、えっ、ー、と、袋にお腹がは、袋に、んお腹の袋に子供が入っている、えー、状態を作ろうかなとも思ったんですけど、今回はちょっとね、やめときました。うん、一匹、一匹ワラビーの状態で、ね、一匹オオカミになるの、一匹。 ならぬ一匹わらびの状態で作ろうと思いましたうーん子供がいるのはねまた次作ろうかなとわ,わらび動画なんで、ね、カンガルーを作る日も絶対来るだろうと思ってその時撮とうかなと思ってますね絶対作ったら面白いなと思ったんですけど やっぱりね、ちょっと基本形を作ってから応用を作っていきたいっていう、なんかね、何心うーん、なんだろう、ね。基礎から応用へみたいなのがね、ちょっと好きなのか、そういう気分になりがちですねあ。やはりちょっと尻尾の量が足りないと思ったんですね。尻尾になる部分を付け加えてやっていきます。 やっぱりなんかね彼ら体勢をこう立ててでかつ体をこう水平にしてぴょんぴょんって飛んでいくためにも尻尾がねバランスをとるためにね長めになってるのでやっぱりね尻尾は長めにそして太く大きめにくっつけてあげているところですね。 で、今回は、そう、わらびをね、作ってるということで、なんでわらび作るのなんでわらび作ろうと思ったのっていうところなんですけど、えー、今回は多摩動物公園の公式ツイッターの方を、えー、覗かせていただいて、えー、多摩動物公園さんの 公式ツイッターですね、えー。こちらを見たらパルマワラビーの動画がなんかねちょっとね可愛くて <laughs> ついついねこういう理由で作りたくなるんですけど、ね、お腹にね赤ちゃんがいてで可愛らしくこっち見てるっていうあの動画がね あったんでね、これにちょっと心打たれまして。あの、そしてね、ツイートの内容が、あの、ちょっとね、結構、あ,あの、動物好きの方、えー、でかつね、ちょっと多摩動物公園さんはね、あの、虫のツイートも多いんですけど、ですけど虫を好きな方、あの、ぜひよろしかったら、こちらの公式 たまとおつこえさんの公式ツイッターフォローしてみてはいかがでしょうか結構ね、あの私好きでんどういいかについてちょっと喋りますけどあのね、へーってうなるような知識を盛り込んだツイートがね、あのかなり魅力的ですあのね、今回のパルマワラビーのツイートの中身なんかはね、カンガルーの あのパルマワラビーはかん、ちなみにカンガルーの仲間で、今からちょっとね、あのツイート読み上げっちゃいますけど、カンガルーの仲間でサイズが大きい順にカンガルー、ワラルー、ワラビーと言います。へえーでしょ <laughs> サイズが大きい順に名前変わるらしいですよ。このカンガルーの仲間たちってのは。しかも、しかもそのカンガルーとワラビーは聞いたことあったけど、ワラルーってのがいるって、 ってのはねちょっとね、私知らなかったですね。わらある。初めて口にするワード。ねえ、こういう新しい、なんか、知識が入ってくるの、面白いですよね。気持ちいいですよね。あとね、そのパルマワラビーっていう種類みたいなんですけど、このツイートの中身が。中身というか、えっ、ー、と、動画の方に、で、こう、ぴょこん。 ちょこんってちょっと動いて、こちらを見てくれる動画の方のに映ってるのは、パルマワラビーという種類の、そういったえ名前のカンガルーの仲間で、で、これについてね、また多摩動物公園さんのツイッターが、ツイートがえー書く内容としましてはですね、ちょっと読み上げます。 パルマはイタリアが有名ですが、豪州サウスウェールズ州の地名です。つまるところ、そのイタリア、パルマっていう言葉は、イタリアの地名がね、有名なんだけど、そうじゃなくて、このパルマワラビーに関しては、えー、豪州だからオーストラリアですね。オーストラリアのサウスウェール州の地名がくっついた、えー カンガルーの種類だっていう話をしてますね。だからパルマワラビーはオーストラリアの、えー、オーストラリアのパルマという地名をいただいた、うーん、ワラビーさんだという話のようです。まあね、このね、あの、いろんなツイートがね、かなりね、 なんかさらっとした内容の時もあるんですけど、こういう、あの、豆知識、豆知識した、あのー、話も、込み込みで、ツイートしてくださることが結構あって、あと、その生態系の話とか、生態系違う、生態の話とかね、もろもろ、結構ね、面白いんで、よろしかったら、えー、虫、それから動物を好きな方、 い、えー、いてみてみはかかがでしょうかあの、ね、写真をうまく使ったクイズ形式のツイートとかね結構見にくい感じのね <laughs> あのクリックできるんですよんなんかこう質問がクイズの質問が出てでどれだと思いますみたいな選択肢があってであのちょっとまた後に答えが出てくるみたいなね なんか選択肢クリックできるようになっててね、何パーセントの人がこれ、こ,こ,これ押しましたよみたいな、そういうツイッターのね、機能もバッチリ活用した内容になってて、結構ね、面白いんですよね。覗いてみてください。ぜひぜひ。さあ、えー、手元動画の方ですが、今、鼻の方をですね、くっつけていっているところです。 もう、えー、こんなね、あの、動物雑談の間に、耳の方は作成済みですねいや。パルマワラビ、耳が丸くてちょっとちっちゃめでね、こんな形をしていましたんで、それを模して作っております。カンガルーっていうとね、次作るとするとやっぱりなんかイメージ的に、 赤カンガルーっていうのかなちょっと耳結構でっかい。なんかね、あの、子供のおもちゃのラッパみたいな、あの、耳。<laughs> 結構ね、特徴的な耳ありますけど、あれをくっつけた、えー、赤カンガルー動画を作る日も近くあるでしょうね。やりたいなぁ。今度は赤ちゃんをね、袋に入れた状態で作ってみたい。 結構細かな作業になっていくと思いますけど、挑戦してみたいですね。ああ、昔ね、昔というか本当に昔ね、私が小学校多分1年生とか2年生のあたりの時、粘土遊びでよくカンガール作ってましたね。今思い返しましたけど。ね、昔からやっぱり粘土好きだったのかな。そんなに意識してなかったけど、 ああいうの好きだったんだろうなぁ。粘土の箱って結構でっかいじゃないですか。あのあでっかいというか、あの、なんていうの,あの子供心の中ではというかね、子供の目線からしてみると結構大きいじゃないですか。こう、なんか、なんて言ったらいいのかな、カパカパ、あの、開くね、あのプラスチックの箱ですよ。 あそこに粘土を詰めるじゃないですか。あの、袋から開封してそのままドンって。あれって結構でっかいでしょあれを丸々一個全部使ってカンガルー作ってた記憶ですね。そればっかりやってたんですね。油粘土でね。そればっかり。本当に。え、カンガルーばっかり作ってたな。なんであんなにカンガルー作ってたんだろう。えー どうした昔の私。<laughs> なんでだろうな。やたらカンガルー作ってた。ハマってましたね。なんかカンガルーの形状が面白かったのかな。なんか犬とか猫とか作った記憶がないですね。カンガルーばっかり作ってましたね。なんか油粘土って取っとけないじゃないですか。取っとけないっていうか固まらないじゃないですか。粘土、油粘土でカンガルー作っては壊し、毎度作っては、毎度、 毎度毎度カンガルー粘土丸々一個分使って作ってましたね。<laughs> また謎の行動が発覚しましたね。記憶を掘り起こしてみると不思議なことがあるものです。<laughs> カンガルーなんでそんなに好きな動物として認識されてないのにな。カンガルーなんでね謎ですね。 子供の頃の自分の行動って結構謎だったりしますよね。皆さんもそんな謎の行動終わりになりませんか、ね、<laughs> 思い出してみてください。よかったら。不思議だなの。不思議体験とともに、えー、完成でございます。えー、謎のトークを繰り広げ、そして作成されましたこちら、パルマワラビーくんでございます。チャンでございます。どっちかな。 こんななな。感じになりました。たやっっっぱちょっと面白いですね。形がね。形がだだかから好きだったのかなはい。それでは、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。いい感じだったなぁともし思っていただきましたら、チャンネル登録、グッドマーク等を押していただけると嬉しいです。それではまたどうぞ、屋台陶芸祭の亀の屋、のぞきに来てやってください。ではでは。